さあ、ホームラグデニタイの続きいくぞ。次は日陰さんですよ。やっと出た日陰さん。日陰かわいいな。やっぱり日陰が一番かわいいよ。肌を壊して潰れました。トイレ。そうか。さすがのユミちゃんでもプールの水のかき氷はきつかったみたいね。仕事欲しさもあまり、ヨミをこんな目に合わせてしまうなんて。次は何をするんだい？リーダー失格だ。私はギャグ担当だよな。ムルちゃんは悪くありません。ユミお姉ちゃんの声だ。トイレからだよ。むしろ謝るのは私の方です。自分のお腹を過信していました。服全然着てないよな。もういい。ユミ何も言うな。今はトイレで安静にするんだ。次はわしの出番やな。何をするんだ？出番って、日陰ちゃんは何をする気なの？ラップや。ラップ？え？ラップって何だっけ？ヨー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 、俺はみたいなやつ。ごめんなさい、よく聞こえなかったわ。もう一度言ってくれる？ラップや。ラップや。顔がどうやってる？ラップや。ラップ。嘘でしょ？嘘じゃないよ。嘘じゃないで。サンキューベイベー。日陰ちゃんがラップってなんか大変なことになるような気がするんだけど。いいと思う。さあ、予選の4回戦が始まるで。ヨーチェケラや。ヨーチェケラチョーチェケラチョーチョーチョー。俺ラップ好きじゃないんだよな。あ、一人いないぞ。一人いないぞ。どないなったのや。行くで。そう、行くでって俺が先言おうとしたけど間に合わなかった。絶対行くでって言うと思ったんだけど惜しいな。火加減って書いてる。さあ行くで。シングル銃、シングル銃だ。シングル銃はどうだったっけ？フルバーストとセミオート。フルバースト、あ、うっ、ここは？あ、あかんな。フルバーストだな。フルバーストでタタタタタって打ってすぐに回復。おお。フルバーストで打ってすぐ回復。いいなこれ。いいなこれ。打って逃げる。打って逃げる。しかも打ちながら。Y 押しっぱでいいや。 Y じゃないけど。いた。あとどこにいる？いた。二段空は飛べないのか。よしよし。あとどこにいる？うわ、めっちゃ湧いた、めっちゃ湧いた。どこ行った？どこにいる？めっちゃ湧いたけど、いたいた。ポポポポポ。ジャンプしながらと。こう逃げながらこう。ロケットランチャーの簡易版みたいなもんじゃないか。危ない危ない。間違えた、ボタンを間違えてる。お、終わった。なんか来た。先生なんでいんの？間違えた。鈴音先生どこ？いた。いたいたいた、鈴音先生。自分で変態とか言ってる。
バギア知る、バギア知る、バギア知る。チュク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 。トゥ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 。あー、脱がせれない、脱がせれない、脱がした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 い。残念。見えてますけど。こんな大会でも勝ちは勝ちだって。そんな言い方。チェケダチョウ。なんでこんな可愛い髪型してるんだろう。ああ、可愛いわ。一人いないぞ、一人いないぞ。トイレ。来たよ、どうぞ。新しい画像全くないな。もちろんや。おいカメラこっち向け。ほな行くで。おいカメラこっち向けってすごいな。ほな行くで。最高ですよ。さあ新しい画像。せやな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 。なんかリズムに乗ってないで。笑顔が可愛いね。あれ、なんだかかなり面白いんだけど。面白い？そう？そうです。確かに。せやな、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 チェケラッチョ、ヘイ。ヘイ。なんでよね。まあ可愛いからね。日陰だからしょうがないよ。日陰は可愛いから可愛さで撮っていくさ。さすが日陰さん、最高評価でパック1。お、みんなの制服がズラッと、なん、どういうことだこれ。こんなにキャラクターが揃ってるなんて。まあどうせ経験値になるだけだけどね。なんて言ったってもう半蔵は一番上のラスボス倒したからね。最高難度のやつを倒したからね。もう星5をバンバン当てたっていうね。日陰のラッパーをもっと聞きたいです。忍者テーマパークで大道芸をやってほしいんだ。大道芸。お笑いの仕事ね。あと司会もできる人がいると嬉しいって。司会だったらヨミさんでいいんじゃないかな。やっぱり。はい、思った通りです。こうなるんじゃないかと思ってました。面白い。思った通りですって。私たちは忍びだぞ。芸人みたいに営業の仕事を増やしてどうする？え、芸人じゃなかったんですか？忍び抜け人だからもう忍びじゃないと思うんですけど。いいじゃないか。アルバイトで芸人してるんだからいいじゃないか。アルバイトで芸人して忍びを目指せばいいよ。アルバイトで芸人をして本当の姿は忍びですって。最高じゃないか。それで行こう。それがいいと思います。まる。まさか未来の
私はゲイなんて思ってないけど、やれることもやってみる。必ず目立って忍びの仕事を取ってくるよ。未来の目立つことってなんだろう。未来さん、気をつけてください。ゲイの道とは恐ろしいもの。いや、忍びだから、忍びだからね。一歩間違えばトイレにこもることになりますから。それは間違ったことしてるから。いや、ネタじゃなくて忍びのすごいの見せればいいじゃないか。超秘伝忍法書を使えばいいじゃないか。あ、秘伝忍法禁止か。秘伝忍法禁止ならそもそも忍びじゃないじゃないか。この私がわざわざ会いに来てやったんだ。ありがたく思え。誰だっけ。涙が出てきた。誰かわからない。誰？誰だ？お前は。よし、それでいい。その反応でいい。ただし合ってる。俺と一緒だ。そんな安い挑発など私には聞かん。さあ、おとなしく私と PBS で勝負しろ。顔はすごい整ってるな。可愛いという美人顔だな。なかなか出すな。なかなか出すって。なかなか可愛いですね。可愛い、いや、美人、美人だな。美人の人はちょっと俺苦手なんだよね。いいだろう。たとえよく知らない者が相手でも、勝負を挑まれて逃げる私ではないからな。それが挑発にしか聞こえないんじゃないかな。そうね。大会とは関係なくても、派手に暴れていれば生放送されるだろうし。よし、カメラが来たらチャンス到来だね。私。一人ボコればいいの？一人ぐらい楽勝だろ。ああ、でも大道寺先輩みたいにめんどくさいんかな。ホムヤさんか。ホムヤさんのロケットランチャーでいいんだな。ポン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 。デカ盛りキッチン、もしかしてキッチンのやつかな。あの音ゲーのやつなんかな、もしかして。でも今の俺だったら音ゲーも余裕でできる気がする。あれ、いない。どこ行った？わあ、なんか本当にガンダムやってるみたいだ。ガンダムやってるみたいだ。どこ行った？トゥトゥトゥーン、トゥ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 ーン、トゥ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 ーン、トゥトゥ。あんなに愛し合ったじゃない。どこにいるんだ。いた。あんなに愛し合ってたのに忘れてるなんて。いていていて、なんか食らってる、なんか食らってる、何かに食らってる。ドドドン。ちょ、バリア長くね。ボムがバリアしすぎでしょ。痛い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 。剣で切ってくるとか卑怯だぞ。銃で撃てよ。なんか俺も勝った。あー、あれ置くやつか。あー、終わってしまった。
ああ、美女が、美女がそんな顔するなんて。さっぱりわからない。ニューウェイブかなんかやつ？スマホゲームの。わからんね。なんなんだろうね。まあそのうちわかるんじゃないかな。しかし新しい画像が全然出ないな。ゴーゴーゴー。なんだ、猫のモノマネでもするのか。ニャーニャーニャーとか言って。それ可愛いからやめてね。へえ。失敗してそこら中が爆発すんじゃない？そりゃ無茶や。失敗したら死んでまうで。忍びは死なない。それぐらいの覚悟がなきゃ私の芸じゃ目立てないもん。大丈夫、絶対に成功して忍びの仕事を取ってくるから。未来はるか様、私のパソコンで BGM を流して。 BGM ゴー。後ろで流れてるよ。なんかドックンドックン震えてるよ。間違うの？いい髪型です。後ろこんなになってんのか。いいね、いいね、いいね、いいね。これかしら。違うよ。ちゃんと録音できたらな。それじゃない。なんて？一生アルバイター？10年後に化けるって、大化けするって。それ嘘だから、それ嘘だから。とんでもないプロポーションになって、とんでもないフェロモンを振りまいて、とんでもない女性になるんだって。だから、私、毎日頑張るよ。努力をしないとね、結局変われないからね。こうなるんだって言われて、じゃあそれまでサボってようじゃダメなんだよ。やっぱり努力をすると本当になれた、嬉しいっていうのはねあるんですよね。その辺勘違いしちゃダメなんだ。いやでも本当にそう、なんかの研修行ったからもう大丈夫、大金持ちになれるとか、そんなことないからね。その研修を受けてその上で頑張ったら大金持ちになれるとかね、いろいろあるんですよ。プーシャというよ。それは笑っちゃいけないよ。危ないで、死んでしまうで。ドカーン、爆発した。いや S だけどさ、パック1ニューなんてないからいいや。経験値10手に入りました。経験値10や。パラダイスエピソードってそういうことか。もしかしてさっきのであれが誰か分かるってことなのかな。後で見てみるか。
未来さん何回それ言ってるんですか。昔から言ってるでしょ、生きてるのが辛い辛いって。でも頑張って生きていかなきゃいけないんですよ、死ぬ時まで。何を言ってるの、ナイスファイトだったわよ未来。私はあなたを誇りに思うわ。本当だよ。じゃああと残ってるのは遥かさんだけですよ。未来、誰のせいでひどい目にあったか忘れてるみたいやな。でも再生数のランキングは上がりません。未来さんが身を挺したというのに。ちょっとよそっとの刺激じゃ見ている人も満足できなくなってるのかも。そりゃそうだよ、世の中そこら中にいるからね。なんか来た。炎上証拠しかないわね。炎上証拠？なんだそれは。それはやめておけ、危ないぞ。不謹慎なことをわざとやって批判と引き換えに注目を集める手段よ。それは卑怯じゃないのか。卑怯というかやめた方がいいと思うよ。卑怯の作戦のうちよ。だからここはこわ。でもなんか変だよ。地面が揺れてるって感じがしないんだけど。確かに変やな、この揺れ。はるかさんがやってんの？収まったみたいね。違うか。しかし変な地震だったな。地面というより空気が揺れていたような。空気が揺れる、どういうことだ。おいしそうな匂い。あぶねえ。今の地震のせいかもしれんな。みんなすぐに消火するぞ。水で水ぶしゃーすんだ、水ぶしゃー。お、行きますわ。今回ヨミさんなのね。お、なんかツイッターが来たと思ったらコードくれた、ありがたや。会場の火を消せ。これをもしかしてわざと燃やしたのか。うおうお。え、洋服ないやん。そう、もやし。今はもやしにかかってる場合じゃないわ。消さないと。たまるの遅い、これ消えないし、しかも。これ消さなくていいやつか。あ、消さなくていいやつだわ。こっちは？こっちも消さなくていいやつか。どれが消さないといけないやつだよ、わからねえぞ。これは消えるやつか。上から消さないとダメなの、もしかして。ということは こっちのやつも全部ジャンプせんとダメ。あれ、めっちゃ火を当て、水当てんとダメなのね。これもしかして消えないやん。全然消えないぞ。おい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 、何それ、変な判定だぞ。たまんの遅いし、これきつい、無理だわ。ヨミさん使うやめよう。
この武器無理だわ。この武器で火を消せとか無茶。やり直そう。終了。こいつ無理、こいつは無理、この武器ほんと無理。飛ばすで、飛ばすで。どれで行こうかな。どれがいい。ボム、ボムじゃない、ロケット、ロケットがいいな。じゃあこっちかな。バーストで消そう。フルバーストでボボボボ。いやセミオートでいいか。やりましょうか。行きましょう。ほらすぐ消える、すぐ消える、敵もすぐ倒せる。痛い。すぐ消える。なんださっきと、あの武器絶対恵まれてないわ。あと何個？あと5個、あと5個あった。トゥトゥ。あと5個、まだまだまだある。いや本気で頑張ってるよ。ない、こっちだ、こっちか、こっちにある、こっち？あった。あと3つ、あと3つ、あと3つ、どこ？た、あと2つ。2つどこだ？こっちだ。え、どこだ？どこだ？どこだ？どこにある？どこだ？こっち行った？こっち？こっちの？この奥か、この奥行ってないでしょ。行ったやん、こっち。行って行って行って、くそ。どこだよ、あと2個。反対側。ないないない。どこどこ？ないぞ。痛いな。その奥、この奥のこっち。いた、あった。あと一個。あと一個。このまっすぐ行ったとこ。このまっすぐ行ったとこ。上？痛い痛い痛い。見てなかった見てなかった。あった。終わりー。はあ、もう一回戦とダメかもしれない。ダメージ受けすぎた。もやし美味しいからね。S なんだろうか、大丈夫か。いっぱい食らったからな。炎上商法なんてちっとも良くないですわ。燃えて燃えて結局残るのは炭だけ。このもやしのように虚しい最後を迎えるのです。そうだよ、やめた方がいいよ。確かに本物の火を見た後じゃ炎上商法を起こす気にもならないわね。うん、そうだね。みんなさっきの炎は何だったんだ。どうしたの、ホムラちゃん。お
もしかしてホムダさんがやったんか。YouTube で目立とうと言い出しておきながらなんだか、もうこんなことはやめにしよう。頑張っていこうって、実力で勝とうって。消火活動をやっていて思い出した。自分から売り込まなくても、私たちの力はいつか必要とされる時が来る。お、かっこいいこと言い出した。そんな時がいつ来てもいいように牙を研ぎ続ける。それが私たちにとって一番大事なことのはずだ。お、かっこいいこと言ってる。リーダーしてる。リーダーいいぞ。リーダー、いいこと言った。仕事のことならまたバイトを頑張ればいいさ。それでこそ具伝隊。じゃあ B1 グランプリはどうするの。とりあえず優勝しとこうぜ。食べ物100年分は魅力的だが、ここで危険しよう。危険じゃなくて優勝すればいいじゃないか。かえって修行ってわけやな。ここで修行して優勝していけばいいじゃないか。その通り。さあみんな帰り自宅の準備だ。あらー、いい生徒たちは思ったね。でも返してくれないんじゃないかな。 S だ、よかった。パック1だけど、もういいよいいよ、どうせ経験値10だ。新しい画像が出ないな。いいか。依頼人で優勝しろとか言われるんじゃないか。もしくは優勝して、その優勝で何か欲しいものがみたいな感じかもしれないね。じゃあ終わりましょうか。そういえばパラダイスエピソードって何だったんだろう。あ、このパラダイスエピソードでさっきのなんとかさんをやるのかな。じゃあ終わりましょう。おつ。